テニスをプレーする上で最も基本的なショットであるフォアハンドは一流プレイヤーの手にかかると圧倒的な威力を持つ一撃へと様変わりします。中にはたった1球でラリーの状況を覆してしまうような強烈な威力を持ったボールを打つプレイヤーも存在し、見ている側も退屈しません。おそらくこの動画をご覧になっていただいている皆様にもお気に入り選手のフォアハンドがあると思いますが、今回はテニス TV 様の ATP ツアー最速フォアハンドの動画から何人か抜粋させていただきまして、フォアハンドの威力がチート級の選手を紹介させていただこうと思っています。見本になってくれるようなプロ選手を見つけたい、日々の生活でインスピレーションが欲しい、今ちょっと時間を潰したいと思っている方にはぜひおすすめな内容となっていますので、最後までご覧になってみてください。一括りにフォアハンドといってもプレイヤーによってスタイルは異なり、様々なタイプが存在しますが、デルポトロのフォアハンドはテニスの歴史上最も破壊力のあるショットとして知られています。アルゼンチン出身のデルポトロはビッグ4時代がピークを迎えていた中、彼らに肉薄した数少ないメンバーのうちの一人で、対ビッグ4戦の戦績は20勝51敗、勝率 28.2% とこのカテゴリーでトップクラスの成績を収めています。デルポトロはフィジカルに恵まれており、198センチの鍛え抜かれた肉体から放たれるフォアハンドは強烈で、薄いグリップを採用しストレートアームから繰り出されるデルポトロのフォアハンドはたとえベースライン後方からでも簡単にウィナーを取れるような威力を持ち、フォアサイドへ走りながら放たれるドフラットのカウンターはあのジョコビッチですら手を焼くレベルです。膝の怪我の影響で2022年のアルゼンチンオープンでサヨナラ試合をしてから事実上の引退状態となっているデルポトロですが、痛みを乗り越えてきた彼の不屈の闘志は間違いなく尊敬に値します。Oh, that is magnificent. An instant replay of the shot he hit against Nadal yesterday. Full stretch.He's marching for error. That ball is what? An inch either way? An inch higher and it's long, an inch lower, it's in the net.オーストリアが生んだ屈指のストローカーであるティエムは安定感と攻撃性を兼ね備えた屈指のフォアハンドを持っているため、多くのテニスユーザーの憧れの的です。長いラリーに耐えられる持久力と高い打点を苦にしないパワーのある片手バックハンドを武器に、クレーコーターとして頭角を現したティエムはハードコートへのプレーにも順応するため、スライスやボレーなどの手札を増やした結果、2020年 US オープンで見事優勝し、自身のプレーをさらに1段階押し上げることに成功しました。TM のフォアハンドはウエスタングリップとダブルベンドを採用した大きなテイクバックから繰り出され、強烈なトップスピンを延々と打ち続ける安定性も持ち合わせているので、対戦相手はガス欠必須です。加えて TM のフォアハンドは重心移動が素晴らしく、たとえジャンプショットを打つ時でも頭がブレず伸び上がらないため、前方向へエネルギーをしっかりと伝えることを可能にしています。フォロースルーも顔に肘が来るぐらいしっかりと行っています。手首の故障からの復帰に手間取り、現在かつてのような支配力を見せることができていない TM ですが、彼のカムバックを願っているファンは多いです。変幻自在なプレースタイルでファンを魅了するキリオスはフォアハンドも一流です。ジュニア時代全速持ちで太り気味だったキリオスはプロを本格的に目指し始めたタイミングで食生活を正し、アカデミーで過酷な練習を経た結果、引き締まった肉体を手に入れ、2014年ウィンブルトン4回戦でナダルを倒し、世界中にその名を知らしめることになります。キリオスのフォアハンドの特徴はテイクバックの時に肩の位置まで肘を上げることで、この動きにより腕と体の間にスペースが生まれ、ラケットヘッドが加速する余裕を生み出しています。
さらにキリオスは体の回転運動を優先させて胸を先に前へ向けるようにし、手首が自然と遅れて出てきてヘッドがボールの下に入っていくので、ヘッドを下げることとスイングの加速を忠実に行えるフォームを実現しており、これが彼の強烈なスピンを手助けしています。またスピンで相手を追い出すだけでなく、ラリーの展開関係なく一発でウィナーを取ることができるフラットショットもキリオスの魅力で、キリオスのオフェンシブなプレースタイルはまだ彼が太っていた頃、自分が相手に走らされる前にウィナーを取る必要があったことが関係しており、2022年のウィンブルドンでは持ち前の力強く華やかなプレーで準優勝を果たしています。テニス大国スペインからは優秀なストローカーが何人も輩出されてきましたが、その中でもベルダスコは破壊力のあるフォアハンドを武器にしたオフェンシブベースライナーとして名を馳せています。2009年の全豪オープンでは時に比較対象として挙げられる後輩のナダルと対戦し、フルセットの激戦を繰り広げ、彼のキャリアベストゲームと称賛されることもあります。ベルダスコのフォアハンドで特筆すべきポイントはスピン量で、遠心力を生かしたストレートアームから放たれる彼のボールは多くのライバルたちを苦しめてきました。素早いテイクバックを行い、左股関節を落としてヘッドを下げる基本的な動作を忠実に再現しており、鍛え抜かれた肉体もスピン量増加に一役買っています。またベルダスコはスピンだけでなく、窮地に追い込まれた時にフラットで一発逆転を狙うこともできるタイプの選手で、レフティーということもあり、彼を相手にストローク戦で気が抜ける瞬間は全くありません。ベルダスコは ADHD であり、彼が経験してきた苦悩は計り知れませんが、これからも語り継いでいきたい名選手なのは間違いありません。天性の運動能力を持っているモーフィスはコートカバーリングを持ち味とする守備型カウンターパンチャーとして有名ですが、自ら強打してラリーの主導権を握るパワーヒッターとしての一面もあります。フランス人40歳の一人であるモーフィスはキャリアハイ世界6位まで上り詰めた経験を持ち、癖がありがちなフランス人プレイヤーの中でも指折りのパフォーマーとしてツアーを沸かせてきた天才です。モーフィスのフォアハンドは時に時速190キロをマークするほどの威力を誇りますが、テイクバックで左肩が顎の近くまで上がり、セミウエスタングリップを使いダブルベンドの状態でインパクトしてから、基本的に低めのフォロースルーをするのが彼の特徴で、地面で生み出したエネルギーを空中で爆発させる技術は圧巻です。またモンフィスはこれまでに4社のラケットメーカーとスポンサー契約を結んでおり、最初はヘッド、次にプリンス、3社目はウィルソン、そして現在は地元フランスのメーカーアルテンゴとタッグを組み、当初モンフィスはアルテンゴにオファーを出された時、マーケットのシェア率の低さからラケットの質を懸念していたそうですが、彼はアルテンゴのラケットを使って時速199キロのフォアハンドを放っています。ソックはシングルス、ダブルスともに一カードの結果を残したオールラウンダーで、彼のプレーの根底を支えたのはやはり特徴的なフォームから放たれるフォアハンドでした。ソックはいわゆる大舞台で輝くタイプの選手で、2017年には優勝しないとツアーファイナルズに出ることができないパリマスターズでなんと第16シードから優勝し、無理やり道をこじ開けたのは有名な話です。コンパクトなテイクバックで厚いグリップを採用しながらダブルベンドでスイングし、肘からさらに遅れて出てくるような柔らかい手首の動きはソック特有のフォームで、とんでもないスピンがボールへかけられます。
ソックのフォアハンドのスピン量は異次元で、ナダルのピーク時の平均回転数が3200回転だったのに対し、ソックはピーク時に5000回転を生み出すことができました。まさに人外です。レイバーカップではチームのムードメーカーを務めるなど、プレーだけでなくポジティブなエネルギーでテニス界を活気づけてくれた彼には感謝しかありません。Just absolutely unloads on two forehands in a row here. もしテニスがフォアハンドの威力だけを競う競技なら、間違いなくゴンサレスは歴代選手の中でトップを争います。キャリアハイ世界5位のゴンサレスのキャリアで最も印象的なハイライトは、2007年全豪オープンで彼はカフェルニコフ、デルポトロ、ヒューイット、ブレイク、ナダル、ハースといった強豪をなぎ倒し、決勝でフェデラーに敗れてしまったものの、グランドスラムファイナリストとして歴史に名を刻んでいます。ゴンサレスのフォアハンドは豪快なスイングが特徴で、圧倒的なスピードと強いトップスピンの両立を可能にしています。彼のテイクバックはかなり大きく、ラケットヘッドが頭上よりもかなり高く上がり、オープンスタンスから右足のひねり上げや体幹のひねりをフルに使って上体の強い回転を生み出しています。本来スイングが大きくなるほど振り遅れてしまうリスクも高まりますが、ゴンサレスは鍛え抜かれた肉体を持っているため、大きく振り回しても打点が遅れることがなく、しかも高い打点からフラットを叩きつけることも得意としていました。典型的なフォアハンド一辺倒のプレースタイルだったため、他のショットが弱点と言われることもありましたが、2000年代のツアーを語る上でゴンサレスは欠かせない主要人物であり、レジェンドの一人です。クレーキングとしてテニス界に君臨するナダルは、重いトップスピンがかかったフォアハンドを武器に、あまたのライバルたちを蹴散らしてきたイける伝説です。ジュニア時代ナダルは両手両打ちでしたが、叔父でコーチのトニーの指導のもと、右利きにもかかわらず左利きのフォアハンドを選択した背景があります。ナダルのフォアハンドのグリップは厚いウエスタングリップで、バギーホイップと呼ばれる鞭を打つようなフォロースルーを使うことで有名ですが、対戦相手からして最も厄介なのはバウンド後極端に高く弾んでくることです。スピン量とスピードを他の誰よりも高次元で両立しているナダルのフォアハンドは、相手のバックハンドを攻めることにもってこいのショットで、重いトップスピンで相手を後方に追いやり、ウィナーにつなげるのが彼の勝利の方程式です。またバナナショットと呼ばれる鋭利なナイフのように曲がっていく弾道のフォアハンドは脅威で、これは大量のスピンがかかっている彼のフォアハンドだからできる系統といえます。ナダルの活躍はテニス界全体の人気を押し上げ、カルチャーに大きな影響を与えてくれましたが、謙虚で最後まで絶対に諦めない彼のテニスへの献身的な姿勢は、まさに理想のアスリート像といえます。はい、というわけで以上です。もちろん素晴らしいフォアハンドを持つ選手はまだまだいますが、今回はここまでにさせていただきます。自分は他にも動画作ってます。こういうタイプの動画好きな方には、海外コーチが選んだ片手バックハンドトップ5や、ヤバすぎフォーム列伝などいろんな動画自分作っていますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。両方7万再生ぐらいされていたはずです。チャンネル登録やショート動画 X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。